で、はい、今述べましたこの痴漢の個数ですね。これは教科書ですと66ページの定義3.2の痴漢のすぐ下の補題3.1というところにありますけれども、この N 文字のですね、1から N までの自然数の集合、オメガの痴漢の個数は、全部で N 階乗個ありますよっていうのが、まずこの補題の言ってることです。で、それをどうやって数えるかっていうのを、ちょっとアウトラインを説明したいと思います。まず最初にですね、この1という数字が映るパターンが何通りあるかっていうのを考えるわけですね。で、1から N 今数字がありますから、そうすると、なんか1が1に移すパターンとか、1を2に移すパターンとかっていうのがあって、全部で1から N まで移るパターンが考えられますから、まずこの1を移すパターンっていうのは N 通り考えられるわけです。で、その中で、じゃあ、1を2に移す、あ、1を1ですか、1を1に移すパターンが1個決まったとして、じゃあ今度は2を移すパターンが何通りあるかっていうことを考えます。で、このシグマは全単写ですから、1を1に移してきたので、2を1に移すことはできないんですね。2を1に移すとこれ単写じゃなくなりますから、そうすると2は、2から n までの n マイナス1個の種類のどれかに移すということになります。そうするとここでその2を移すパターンは、まあ、n マイナス1通りあるということになりますね。で、この中から例えば1を1に移して2を2に移すっていうパターンが決まったときに、じゃあ3を移すパターンは何通りあるかっていうのを考えると、3はですね、1と2には移してはいけないんですね、全単写ですから。そうすると3から n の n マイナス2通りこう移すパターンがあるということが分かるという形で、これなんか高校のですね、組み合わせの計算によく似ていると思うんですけれども、それと組み合わせと同じような計算をしていくと、実はこのシグマでこう数字が移っていくパターンというのは全部で n×n-1×n-2×点々点の1となって、これは n 階乗と呼びますので、 n 階乗通りということになります。ここまでいいでしょうか。で、次にですね、その痴漢の表示法ですね、説明しておきます。これは教科書は66ページの下半分の方にありますので、そちらも見ていただけるといいんですが、通常この痴漢シグマというのはこのような書き方をします。1から n の数字を上の方に書きまして、で、下の方にはその1から2のそれぞれの数字が移った先の番号を書くんですね。で、このここの移った先のことを、まあ、シグマ1とかシグマ2っていうふうに表しますけれども、まあ、こんなふうに書くわけです。で、教科書の66ページの例ですと、まあ、1が2に移る、2が3に移る、3が1に移るっていうふうにこうなっておりまして、で、先ほどのこの授業の最初の方で書いた図ですと、まあ、こういうことを表しているわけですね。1の下に2があるってことは1が2に移りますよ、あるいは4と4が並んでいるというのは4は4に移りますよって、こういうことを言ってるということをまず押さえておいてください。さらに、この教科書の例ですけれども、その上の数字の順番を変えても意味は変わらないということに注意してください。教科書の例ですと、まあ、一番上は123456で並べて、これがそれぞれどの数字に移るかというのを書いております。で、下の方はこの上のですね、123456の順番を変えてるんですけど、そのこの下で対応している数字は全部変わらないですね。1が2に対応しているというのはこうどこ行っても変わらないわけですし、あとは6が5に対応いくっていうのも、ここ変わらないということなので、まあ、並べる順番はどうでも良いということですね。要は上の数字が下の数字に対応するということだけ押さえておいてください。はい、それからですね、次に痴漢の巡回表示というのをやります。これは教科書では67ページです。で、毎回ですね、この痴漢をですね、123456って書いて、こう231465ってこう全部の数字に2回書くのは面倒ですから、もうちょっと賢い簡単な書き方を考えます。で、それはどうするかっていうと、1つの数字から出発して、そのシグマによって数字を移しながら元の数字に戻るまでの数字の列を見つけて、それを括弧でくくるというやり方です。具体的にはどうやるかっていうのをちょっと見てみましょう。例えば1から出発しますよね。1は2に移ると。で、次に2がどこに移るか考えます。そうすると2は3に移ると。で、
で3はどこに移るかっていうと3は1に移るってことで元の1に戻ってきました。こうですね、1が2に移って2が3に移って3が1に移りますよと。でこれをどう書くかっていうと、1、2、3って数字を並べて括弧でくくって書きましょうっていうことですね。でこれでこう1を2に移して2を3に移して3を1に移ってこれをこのような形で書くことができます。で次にじゃあ1、2、3が済んだので次4がどうなるかっていうと4は4に移りますからこれはじゃあ4だけ並べて括弧でくくって書きましょうということにします。で最後にじゃあ5がどうなるかっていうと5は6に移りますと。で6は5に移りますということなので最後は5と6を並べて括弧でくくって書くと。まあ、こういう形でこれ毎回2行書くよりは少し楽になったかなと思います。でこのようにその数字を並べて括弧でくくったこの赤枠で囲んだやつですね、これをサイクルと呼びまして、でこのサイクルの数字のに現れるこの数字の個数ですねをサイクルの長さと言います。ですので例えばこの123っていうサイクルの長さは3ですし、この4っていうサイクルの長さは1ということになります。まあ、こういう書き方をこれからしていきます。で最後にこのサイクルをですね、今求めたサイクルをこう並べた形でシグマを表すことにしまして、これをシグマの巡回表示と呼ぶことにします。ですので今までこういう2行の行列みたいな形で囲ってたやつをこういうサイクルの並べた形で表すということですね。で注意点としてはその各サイクルの表示はそのサイクルの中のどの数字から始まっても良いということですね。例えば1、2、3というサイクル今作りましたけれども、これは2、3、1でもいいし、3、1でもいいということにします。それからこの5、6ってサイクルもありましたけど、これも6、5というふうにこう順番が崩れてなければ、どの数字から始めてもよいということにします。それからと2つ目のルールとしては、一文字のサイクルですね、例えば括弧4というこの一文字のサイクルは、これは実質的には数字を動かさないので、省略してもよいことにします。でこのようにしますと、その気づくこととしては、このシグマで動くすべての、動く数字ですね、今回4は動かないので、4を除いて、シグマでこの他の数字に動くすべての数字っていうのは、そのどれかのサイクルの中に必ず一度だけ現れるということに注意してください。ですので、まあ、4は動かないのを除くと、1と2と3と5と6は、まあ、どっかしら動くんですけれども、それはこの2つのサイクルの中にのどっかに必ず1回現れると、1回だけ現れるという点に注意しておいてください。ここまでいいでしょうか。ということで、まあ、今回はですね、このシグマのこの巡回表示は最終的に、まあ、1、2、3、5、6というふうになります。まあ、もしくは、そうですね、この1、2、3と5、6をひっくり返したやつとか、あるいは1、2、3の並びがひっくり返ったやつも、同じく巡回表示になります。ここまでよろしいでしょうか。はい、じゃあ次がですね、口頭置換と呼ばれる置換の定義です。これは67ページで定義の見出しはないのですが、教科書ですと下半分の方に書かれております。まあ、今ですね、この N この数字の動かす置換に対して、この数字を一つも動かさない置換っていうのを口頭置換というふうに呼びまして、この1オメガという記号で表します。すみません、ここちょっとシグマって間違って書いてありました。ここはオメガが正しいですね。ここは直しておいてください。で、まあ1から n の数字は全部動かさないで、まあこういう形になっています。あと巡回表示に関しては括弧1という形で表すことがあります。で、これは先ほどのルールではですね、数字を動かさない置換は巡回表示から省くとしましたけれども、まあ、もし口頭置換でこれを行ってしまうと口頭置換はすべての数字が消えてしまうので便宜的にこの括弧1というのを残す場合があります。で注意しておいてください。ということでとりあえずと例題としましてですね、まあ、次の置換の巡回表示を求めてみましょう。これは教科書ですと67ページの例題3の2というものです。で、なんか1、2、3、4、5っていうのが並んだときに、これ、2、1、4、3、5に移すような置換の巡回表示を求めるということで、まずやることは、その数字の1から始まって、順番にこう移っていく先を求めていくんですね。で、1は2に移ります。
で2は1に移って元に戻ってきましたから、とりあえずここで1、2っていう一つのサイクルが作られます。でそれができたら次は1と2が済んだので次に 3を見ていくわけですね。3は4に移ります。で4は3に移りますので、ここでまた3に戻ってくるので、こう一つのサイクルができます。で最後5はですね、5に移るので、まあ、5っていう長さ1のサイクルになって、まあ、これは省略可能ですね。ということで、この置換ファイ、あ、ファイって言いますけど、これファイの巡回表示は、括弧1、2、括弧3、4、括弧5っていう形、または、括弧5は省略して、括弧1、2、括弧3、4、またはその各サイクルの表示順が異なるものですね。例えば、1、2っていうところは2、1って書いてもいいですし、まあ、3、4っていうのは4、3っても書いてもいいと。まあ、そういうものをが全部このファイの巡回表示になります。まあ、ここは演習問題もありますし、そうか、来週はあれですね、その演習の授業、水曜日は月曜授業なんで、演習の授業はないと思いますけれども、まあ、多分まあ、演習の授業でも扱ってもらえると思いますので、やってみてください。までよろしいでしょうか。あ、そうですね。そして、最後に、巡回置換ですね。これは、教科書の67ページ、見出しはないんですが、巡回置換という言葉がありますので、これも定義しておきます。で、この N、この数字のオメガの置換が巡回置換であるとは、このシグマですね、シグマが巡回置換であるとは、このシグマが、長さ2以上のサイクルを1個だけ用いて表されることを言います。で、巡回置換に現れるそのサイクルの長さを巡回置換の長さと言います。で、実は先ほどですね、最初のスライド、方のスライドで表した12345を25143に移す置換っていうのは、これ先ほどの巡回表示を求めていくと、実は1が2に移って2が5に移って5が3に移って3が1に移るから12534っていう巡回表示で表されたんですけれども、実はこの置換っていうのは4は長さ1のサイクルなどで除いたとして、この12534っていう長さ4のサイクル1個だけで表されるので、この置換は巡回置換と言います。という点を押さえておいてください。ここまでいいでしょうか。